わざわざここまで来て、満タンだっつって、で、次右下でしょ？これでしょ？で、3個入ってるから大丈夫。で、次これね。こっちか。2個だから入れない。2個だから入れない。なるほどね。で、最初に戻る。戻った。あ、まずい、これいつか燃料切れる。何もできんかったら、最後はさ、多かったとしても入れちゃった方が良くない？一番最後は、2個以上入ってたとしても、もう炉に入れちゃってアイドル状態になってくんないと、飯食わん。一回リセット。飯これで食いに行くでしょ、一旦。いったいったいった。いっぱい食って。三つ食っていいよ。君でしょ？もう一個食いなよ。そう、バランスがね、ちょうど100になるぐらいのやつがいいんだけど。増えるエネルギーのあれがな、単位がな、25とか50だからな。30切ったら70取ってほしいっていう感じなんだけどな。なかなか、なかなかだな。水やばくない？待って、なんで？え、ちょっと待って、水、なんでそんな、えれえと多くない？水取んの。入れた。ちょっと待って。水を、取る担当が、火が遠いのか。しょうがないか。そっかそっかそっか。厄介だな、やっぱ。そっか、しょうがないのか。え、もりもり使ってるしね、これ、育てんのに。難しいもんだの。どう？あと4個。働いてる？なんか止まってない？さっきの、ラジオ、なんとか担当。ラジオなんとか担当。ラジオランプ担当。ラジオランプ担当？あ、いたいたいた。これこそか。そっか、火を取り行ったのか。火がやっぱりきつくね。あと3つ。火がここ端っこすぎるかもしんねえ。でもなぁ、火がないと、作業効率がっつり落ちるし。なんかなぁ、なんか。何か革命が欲しいな、やっぱな。そうはならんか。気づいたら飯がなくなってるね。誰かが食べてる。まあそれはいいとして、あといくつ？あと2個。じゃあ俺がもう1個作るわ。火消えちゃった。あと1個、君かな。ガラスにする、それと混ぜる。できた。そこに置くと。さあ、タスク完了。それ何？スチームバッテリー。何すんの？スチームバッテリーと、スチーム焚き火。まだ上があったか。ん？ないな。あ、これか。スチーム焚き火、ヒーター？ヒーターにドラム缶か、あれ、アイコン的には。ヒーターにドラム缶。ドラム缶ってこれか。銅と、鋼の板。で、何できんの？あ、いや、めっちゃ広い。めっちゃ広いのはわかる。で、この、スチームバッテリーを、
作るのが水と、あ、バッテリーっていうぐらいだから、まあ普通にあのあれだね、クラフトメイトのバッテリーにもなるんだ。でもこんだけ頑張って作って100だもんな。もうアルコールでいいよね、100だったらね。水と丸太だけ。スチーム焚き火、タンク作んの結構大変。あ、でも鉄と銅、いや結局水が大量に使うわ。だったら丸太の方が楽でよくない？持ちはいいんだろうけど。で、待って、20個ずつ、これとこれを、それ作れって言われてる。まず、うわ、これ昔の資源もちゃんと作り続けないとダメになるね。ちょっとまずやってみる。これそれとそれで、あとこれと火で、これくっつけて、でこれで基板になる。はい、チップ、これ何すんの？チップ、あ、ボディ作れる。あ、作れる作れる。なるほど。あれなんだ？あのアイコンは、バッテリーと鉄、え？そんなんでいいの？マジで？バッテリーと鉄、え？あ、できた。あ、待って。これ、とっくに作れてたじゃん、これ。とっくに作れてたよ。ヘッド、ボディとヘッド、鉄とあれ。鉄と、え、マジで？足んねえと思ってた。あ、できたわ。うわー、マジかー。もう一体ぐらい作ろう。じゃあ、なんとかなるよ。ん、どれだっけ？違う。なんだっけ？ヘッド。鉄か。二体目。うわ、できたわー。できたわー。そうか。じゃあ、2体増えたんで、これまたじゃあ広がるわ。そうだったな、ここまで来ると量産できるんだ、クラフトメイト。じゃあもう無制限じゃん。全然気づいてなかったやつ。カーゴの方もまあ作れるんだ。はい。じゃあ鉄と何かをまた、とりあえず鉄だろうね。鉄を作り続けるやつを用意しよう。まずじゃあこのエヘザスマートを鉄担当にします。で、探して取得、焚き火はダメの火、探して取得、鉄鉱石で合成、落とすがそこ。違う、なんかまたミスったな。落とすがそこでアイドル状態スタート。まあこれシンプル。まあこれは多分普通に、あ、足を遅くしよう。バッテリーの持ちがね。あと永遠に作ってほしいものってなんだろう。永遠っていうのもやだな。銅板は作ってる、遅いけど。なんだろうな、これ充電必要だよね。充電ってどうやんだっけ。鉄担当を一旦増やすか。そうだな。この鉄板を一回増やそう。だから今の、あ、それ違うんだよ。あのね、倉庫に入れていいんだけど、倉庫、これそろそろ、場所がね、
倉庫はどうつくんだっけ？倉庫が、ガラスと鋼。これと、で、一旦そこの中に入れといてくれ、君は。落とすを、そこ。よろしく。で、君、アホの子、アホの子は、鉄板を増やしたい。なので今、鉄板を頑張って作ってるやつがどっか行ってるはず。そいつをコピール。こいつかな？エヘザスマートか。体力というかその充電やばくない？大丈夫？じゃなんかね、これをコピーしてクリックするとペーストされるらしいんだよ。今エヘザスマートの方にこの鉄板を作るっていう仕組みがあって、でこっちはアホの子は空ね。これこのまま切り替わるね。これでコピーを押してこれをクリック、あ、行った？行ったのかな？あ、行ったね。これでいいんだ。オッケーオッケー。じゃあ、これでスタート。ほい。で、足は遅くしよう。アホの子。で、鉄板作って、腹減ってるから、さすがに飯食い行くよね。2個。3個。いいと思います。3個にしたんだっけ、あれ仕組み。これって3個にしたんだね。まあいいんじゃないか。それで30を下回ってたどり着く頃に5減ってるでしょ。ちょうど25ぐらいになって、その余り分そんなに余らんでしょ。じゃあこれもっと増やせるじゃん。火花にも足りてないからさ。わ、ロボットバンバン増やそう。ロボットって言っちゃってるけど、これね、ちょっとわかんねえだね。パッと見。あと、3台作る。頭の方が、ラジオと鉄。ラジオと鉄。いくらあってもいい。で、火花のやつ、火花のやつ。こいつ？この、陽キャだ！陽キャだが、火花だよね。火花を作る人なんで、これを、コピーのクリック。いったね。スタート。で、もう一体やろう。パワープレイになってきた。のんびりの子。のんびりの子、また。こいつね。開いてないとダメかな。今、のんびりからね。閉じた状態だと、コピー、クリック。で、どうかな？これで？あ、いってるね、いってるいってる。コピーされてます。はい、スタート。で、あれだ。遅めにしよう。これか。痩せ気味。4体で今火花作ってます。相当増えるんじゃない？これで。っていうことができんのか。止まってんな、なんか。痩せ気味どうした？ん？あ、銅がなくなった？なくなったのか。あ、じゃあ、やっぱり、うわ、それか。2体にしよう。丸太入れるの。だね。分割しなきゃダメだ。冷静？冷静な彼が、これを、分けましょう。一旦まずコピーしちゃおう。コピーした。いや、2体いていいのか。これで、数が多かったらどんどん次行くから、いいのか。あ、そういう考え方か。全く同じ行動するやつが2体3体いても、ちゃんと
設定できてれば別にそれでいいのかっていうのでいい？許される？はい、分からんけど、まあ一回食っとけ。じゃあこれまたどんどん作っとくべきじゃない？今この資源があるうちにさ。まあこれが足んなくなるんだけどね、この燃料がね。飯担当がえれえことになってくんだけど、一応まああるか。石と石炭で飯になるんだけど、いやー、どうなっていくかな。増やしすぎるとね大変なことになるんで、やっぱ効率を良くしていかないとダメになりそう。だから結局あれをやった方がいいのかな。なんとかエール、エコモード、水と苔でいいから、水と苔、水があんまないんだよね今。水ないのよ。水作るのはどうせ火が必要だから、水これ増やさないとダメだね。やるか。また3体作ります。3体も作っちゃっていいのかどうか。こうだっけ。なんかアロハシャツ着てるように見えんだよなこれ。で水担当です。まず水水水水、君かな作ってんのは。太っちょ、氷を拾う、火にくべて水にして落とす、こいつだね。これの仕組みだとあれか、飯2個しか食わない。まあいいか、コピーしてペーストでスタート。はい、スタート。足遅くていい。で水足りてないんで、もう一体やっちゃおう。君だよね、君が同じだ。コピーペーストスタート。はい、氷担当が4体。だから飯担当を増やさないとまずくなるかもしれない。でまあ今一体いるからいいか。どうしよう。磁石とかさ、基本100個あったらいいみたいな感じ？それもちゃんとやれるといいよね。どうか100個あるからさ、止まっててよくないみたいな、そんな考え方なんだけど。石来てる。あ、違う。そう、石だよ。銅がないから今止まってるやつがいるはず。これがあるから、それじゃあまた運ぼう。単発で運ぶしかない。取得、それ。ちゃう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 。取得、それ。切り替える、それ。なんかあれだな、操作ミスるな。切り替えがそれスタート。もうそんだけ、マジそんだけ、一旦そんだけ。いや切り替えるも何もねえのか。空の倉庫俺が手作業で上持ってっちゃえばいいんだこれ。そもそもこうなっちゃうから、うまくいかねえな、やっぱあれな。丸太がマジで多いからさ、エール作る。水使うんだよな。丸太ってなんか他に、丸太多すぎ問題だなこれ。まあでも必要か。うわー難しいねこれ。何が足りて何が足りないのかみたいなのがね、いまいちわかんないわ。とりあえずこれやっていかないといけないんで、またクラフトメイト増やしてやります。もうちょっと増やそうか。
3台で、じゃあ基板なるほど。じゃあワイヤーを作ればいいのか。ワイヤーを作った後ラジオなんとかでいいから、あとなんだっけ、ローターって言われてる、ローターか。ローターが結局銅だよね。電池とワイヤー、電池は作ってあるから、でもあんまないんだよな。だ電池鉄板と鉄鉱石だよね確か。電池はわ、これむずいな。まず電池作ろう。じゃあブサカワが鉄板を拾って鉄鉱石と結合で電池になる。それはやろう。で、100個超えたらやめるみたいな仕組みが本当は組めるといいんだけど、ちょっといまいちわからないんで、まず鉄板で鉄鉱石で、これを結合で落とすが、そこ違う、落とすがそこのアイドル状態。これ入れ忘れたわ、忘れてそう。また他のやつもスタート。まあ、とりあえずこれで電池は増える。鉄板が多分少ないんで、鉄板増やそう。あと足早いね。鉄板もう一人増やそう。こいつだよね。アホの子と同じ。鉄板担当をもう一人増やします。スタート。まあ、でも早いな。省エネ。火花も増えてきた。炎いっぱいあんな。で、行く先がないんだ。はい、落とす。ん、つうかさ、背負わせれば運べるんだ。とりあえずこうやっていいのか。クリアして、あ、そう。はい、クリアするだけで落とす。はい、いよいよ早いな。いいか。なわけでタスクをやっていきましょう。もう一個基板作ると、なんか説明出るんじゃない。ちょっと基板作ろう。基板がワイヤーとランプ、基板、はい、タスク、指令センターの目標実行。まあそれはやるしかないか。あ、つかポイントあるわ、多分1ポイントか。からです。速度を設定。あ、いや、これさらにやれるってこと。今やれてるよね。クラフトメイトのギアを切り替える。速度を上げるか下げるか。取るか。取った。あ、いや、もともとあったぞこれ。ん、待って、なんかそういうプログラムも増えるってこと？あ、いや、関係ねえわ。ん、なんだろう。まあいいか。いいんだよね。変わってないよね。このメーター。まあ、それはいいや。じゃあ、作っていくか。基板が先にローターからやっていく。20個、ローター20個、磁石、ワイヤー作ってから磁石、ワイヤー作ってから磁石、ワイヤーを作ってから磁石なので、まず取得銅板結合で、あれだっけ、磁石ね。ローターは磁石、取得磁石、
結合落とす底また閉じた。落とす底アイドル状態、これで完璧。あー、また飯食ってねえわ、忘れんな俺。スタート。一体で作ってます。まずケーブルで混ぜて磁石とくっつけてローター、すぐできそうだね。磁石が多分足んなくなる気がするんで、一体作ってんのか磁石。バッテリーはどう作るんだっけ。水とあれか、そうかそうかそうか。あと充電板がもうなくなる。充電板は磁石、うわー結構大変だね。やっぱ個数指定してえな。それもうまくやれると同じプログラムをコピペできるんだろうね。じゃあ左から順番にその考えをやってみようか。50個下回ってたら作るみたいな、そういうのをやってみようか。もうちょっと1体作ろう。そのテンプレ的な感じで、まずこの充電を見る、個数を見る、比較、数だっけ、なんだっけ、比較、カウント、これか。この充電の中のこれが50個とかがいいかな。50個だったら、50個以下だったら作ってほしいので、鋼の板と電池。磁石。鋼の板と取得が、鋼の板。と、ちょ。消える。これと、電池。で、これが充電のあれになるので、結合を落とす、そこね。で、アイドル状態。少なかった場合だよね。だ、下の方なんだ。こういう位置になるんだ。で、多かったら次に行ってほしい。多かったら今度バッテリーの中を見る。これはカウント、比較カウント。これ多かったらバッテリーを見る。バッテリーが50個より少なかったら、また探して取得、同じか少ない場合ね。バッテリーの材料は水とあれか。あ、分かった分かった。これと水。で、これを結合して、落とす。が、バッテリー。で、アイドル状態。で、これがさらに多かったら、じゃあ電池作ってもらう?っていう感じになるね。で、こいつと同じやつをコピーしてあげれば、まあ、この辺の3種類を、まあ、50個以上になるようにやってくれるみたいな感じになっていったらいいな。電池はそもそも、こっちが先だね。磁石が先だね。順番的にはそうだね。前提のアイテムをやってほしいから、
こうなるね。ここが磁石ね。磁石が50個以下だったら作ってほしいので、鉄板に鉄鉱石かな。こっちが先か。磁石、充電板、バッテリーの順番か、これ。そうだよね。ああ。めちゃくちゃ順番間違えてるわ。じゃあ、こうなって、多い場合こっち。やばいな。それは違う。で、こういう流れだ。ああ。まあ。で、まず電池なんで、50個より少なかった場合は、鉄板、ん？待って、でも、作ってなかった？俺、それ。いや、いいか。こいつと同じやつにすればいいのか。だから、充電板を作ってるやつは、なんか設定した気がするんで、それ、充電板を設定したやつは、こいつと同じ。プログラムに変えてしまおう。それでいいと思うんで、探して取得の、そこじゃねえんだわ。それいらない、それいらない。わからん。これの、鉄板と鉄鉱石。さっきやった気がするんだよな。だから多分設定してるわ、この充電板だっけ、これ名前なんだっけ、わかんねえ。充電された板、これを作るやつがいるはず。落とす、そこで、アイドル状態。まあ、この3つかな。電、磁石、充電板、あ、違くね、違うわ。そっちだ。磁石、鉄板、鉄鉱石、磁石になってそこに入れる。で、次充電板が50個より少なかったら、鋼の板と磁石くっつけて充電の板にして充電板の倉庫に入れる。で、さらにそれが50個以上あったらバッテリー作ってほしいので、水なんだね。はい、まあこれでいいんじゃないか。これでもアイドル状態でいいわ。こうつなげといた方が分かりやすいのも、これでもいいと思うんだけど、これでいいか。これで一旦で、ゆっくりでいいよ。で、バッテリー作ってるやつがいるはずなんで、こいつか、ブサカワ。これやめて、クリア。クリア、こっちか。クリア。なぜ行かない？スタート。行った。ちょ、待って。コピー。太っちょとブサカは同じやつにする。コピーのペースト。まあ、この2体で、今やった50個以下だったら、っていうのをやってくれ。止まった。どこだ。ん？ああ、少ないがなかった。うわあ、少ないがなかった。スタート。どうだ。鉄がすぐなくなりそうだけど。あと飯か。飯が減るようだったらまずい。減ってきてる気がする。飯担当を増やした方がいいかもしれない、また。あと13個。銅が減ってきたな。さあ、他止まって
ってるやついるか。丸太は組まれてるっぽいね、ちゃんと。水はぼちぼち、ずっと溜めてる。銅鉱石、同じ仕組みがいいのかもね。ひたすら箱に入れる担当と、あとはそのカーゴメイトに任せるがやっぱりいいのかな。移動がやっぱちょっと無駄をしてる気はする。